アマルバヤスガラントデラは、モンゴルにある、ジェプツンタンパニセイが、真の妖精帝の指示で1736年に、建造したチベット仏教の中国皇室寺院である。社会主義政権下で破壊されたが、修復作業が進められている。かつては1500人以上の僧がいたと言われるが、現在では、約30名の修行僧がいる。 満州国の妖精帝の命により設立された。この僧院は、両皇帝の祖先である、皇帝帝の精神的な師匠である初代ジェプスンダンバ、ホトクト、1635から1723が最後に眠る場所として、資金提供され設立された。修道院を建てるのに適した場所を探していた探検隊は、 草原で遊んでいるアムールとバヤスクランチュという二人の少年に出会ったという伝承がある。そしてその場所に修道院を建てることにし、その名前をアムール・バヤスクラングトゥとした。もっともこの場所が選ばれたのはラマが亡くなる時に移動式の濁霊が野営されていた場所だったからとされる。1727年から1736年にかけて建設が行われ、 1779年には、ザナバザルの遺骨が移された。アマルバヤスガラント修道院は、ザナバザルの主な守護神である、魅力菩薩に捧げられている。異なる様式のジンホールの集合体であるエルデネ、像とは異なり、アマルバヤスガラントは、大きな様式の統一性を示している。中国様式を基本としながら、モンゴルやチベットの影響も受け、僧院は、 幼生帝の北京の宮殿、陽和の宮に告示している。当初は40以上の寺院から構成されていたが、主な建物は南北軸に沿って構続し、副寺的な建物は並行して配置されており、左右対称に配置されている。アマルバヤスガラントは、1937年のスターリンによる粛清の際、一部破壊を免れた数少ない修道院の一つで、その後、 中央部の建物のみが残った。僧侶の多くは共産党政権によって処刑され、単価や彫像、写本などの遺物も略奪されたが、一部は幸運な時代まで隠された。現在、残っているのは28の寺院のみ。1988年にユネスコと民間からの資金提供により修復作業が開始され、新しい彫像の一部はインドのニューデリーで依頼された。 アマルバヤスガラントデラホームページ。ありがとうございます。